ピーター・フランクトンのトーキング・モジュレーター・トーキング。モジュレーターは楽器の音に人が喋っているようなイントネーションを加えるエフェクターの一種である。トークボックスとも呼ばれる。エレクトリックギターやシンセサイザー等の楽器の音をアンプ内蔵のスピーカーではなく、専用のスピーカーからビニールチューブなどを通して演奏者の口の中に導いて共鳴させ、ボーカル用マイクで音を拾う。 ボコーダーと混同されがちであるが、ボコーダーはマイクで拾った声の周波数特性によりコントロールされたフィルターによって楽器音を加工している。すなわち口の中での共鳴による音の変化を電子的に再現したものと言えるが、トーキングモジュレーターではそれを実際に口の中で行っている。原理として口の中に直接大きな音が流れ込むため、 頭痛がする、振動で歯が欠けるなどと言われることもあるが、医学的に証明されてはいないようである。トーキングモジュレーターは1970年代から使用され始め、ピーター・フランプトン、ロジャート・ラウトマン、初期のエアロスミスや、リッチー・サンボラ、ヤン・アッカーマン、ジェフ・ベック、ジョー・ウォルシュ、スティービー・ワンダー、リック・デ・リンジャーらの使用で有名になった。トーキングモジュレーターは、 楽器用アンプに接続する外部スピーカーと切り替えスイッチを組み合わせたものである。スピーカー部分は主に2種類の構造が存在する。内部スピーカーにコンプレッションドライバーを使用するもの。内部スピーカーにフルレンジコーンを使用するもの。内部スピーカーに対して水道のホース程度のビニールチューブにより、高校内に音波を導き共鳴させるが、高校内からの唾液が内部スピーカーに流れ込むと、 内部スピーカーの腐食などによる劣化が起こるためにマイクスタンド部分でホースを一回転させて唾液が溜まる場所を作るように設置する。スピーカー切り替え部分はアンプからの出力を本来のスピーカーに接続する回線とトーキングモジュレーターに接続する回線のいずれかに切り替える。同時使用は行わない。スピーカー部分ではなく楽器出力から通常の楽器用アンプとトーキングモジュレーター。 専用アンプを切り替える手法も考えられる。トーキングモジュレーターと楽器を組み合わせることによって人間の声を楽器のように響かせることができる。声のような楽器音の変化という面白さを生かすためには音の変化が現れやすい倍音の多い音が向いている。そのためギターではディストーションをかけた音、シンセサイザーではノコギリ派やパルス派などの波形が用いられる。 特にシンセサイザーでは、ノコギリ波を単音で鳴らし、レガートやポルタメント、ピッチベンドなどを駆使して、人間っぽく歌い上げるというスタイルが有名。楽器側では、複雑な波形は必要ないこともあり、ミニモーグなどモノフォニックのアナログシンセサイザーは使い、勝手が良く、またデジタルシンセサイザーにおいてもモノモードと、ポルタメントが必須とされる。ロジャートラウトマンが使用していたこともあり、 ミニミューゲやヤマハデラックス100などは未だに人気が高い。ありがとうございます。